マリオ。赤トゲメット9周年記念、死んだら終わるスーパーマリオ64。いやー、始めていきたいと思います。さあ、スーパーマリオ 3D コレクション版スーパーマリオ64実況プレイです。はい、というわけで赤トゲメット、チャンネル開始から9周年です。2月24日2021年2月24日をもって赤トゲメットチャンネル9周年迎えました。はい、というわけで、今回のアニバーサリー動画はやっとこのゲームをやるとき飽きたかと。はい、やってなかったんですよね、このゲーム。スーパーマリオ64ね、一応プレイはしたこと一周ぐらいはあるんですけど、まあね、どこで死ぬか分かんないから速攻で終わるかもしれませんが、死んだら終わるということで、どうぞよろしくお願いします。ボム兵の戦場、まあ、というわけでこのゲーム非常におなじみのスーパーマリオ 3D ゲームの一作目、1996年発売のね、皆さんおなじみスーパーマリオシリーズ。ちょっとダメージを受けないように慎重になってますが、まあ、初手だから大丈夫だ。このゲームの説明はもうする必要がないんじゃないかってぐらいね、おなじみのゲームでございます。任天堂64より発売されたゲームですね。はい、こんにちは。わしがボムキング、つまり爆弾の王様だ。よくここまで来た、その勇気を褒めてやろう。とはいえ、お前にただで大事なパワースターをやるわけにはいかん。そこでチャンスをやろう。パワースターが欲しければわしを投げ飛ばしてみろ。後ろから担げるか。さあ、かかってこい。死ぬ要素ないんだよな。はい、つかめ。はい、というわけで、まあこのゲームの説明はいらないとしておいて、この動画の説明ですが、マリオがライフゼロになったら即終了です。残機が1減ったら終了です。はい、で、目標はスター70枚集めて、3回目のクッパを倒すこと、これをクリアとしたいと思います。まあそこまで行くことはないと思いますが、まあ動画の時間的になんとなくさせていただければと思います。いや、どうやって回ったらいいんだろうな。ここ死ぬからな。どうしよう。どうやって回ろうかな。慎重に行こうか。いて。ダメージを食らっても大丈夫ですが、8ダメージ食らって、ライフがなくなったら終了です。あと羽のステージ、羽帽子を取るとかのステージで、ステージから落ちても残機が減らないっていうステージでも、落下したら死ぬ
ということにしたいと思います。落下したら死亡と同様に、対処したいと思います。つまり終了です。はい、大丈夫これ。遅いけど。すげえ遅いけど大丈夫。はいはい、ほい、あんま慣れてねえんだよな。というわけで残機がなくなったら即終了、かつ残機がなくならないけどステージから落下、またはそれと同様の判定があるものは全て死亡扱いとして動画終了とします。はい、ありがとう、いい薬です。なお、コースから出るはありです。あ、出ちゃった。何してんの。何してんねん、本当に何してんねん。せっかく買ったのに。はい、ちなみに、カット編集すると不正なのでしません。カットはしません。ノーカットでお送りしたいと思います。カットしたらね、死んだシーンとかをなかったことにしてね、あたかも危ねえな、あたかも、死んだのに死んでないような風に演出できちゃったりするんで、ノーカットで。大丈夫このスピード。大丈夫かな、とっととやった方がいいかな。まあというような感じで、ルール的には Any%RTA と同じ、かつそこに一回も死なないというルールが重なってる感じですかね。 Any% クリアを目指すのがクリア条件です。まさか2回やることになるなんて。コースから出るは死にそうになった時かな。それずるい気がするけどな。うん、はい、2枚目。でどのスターを取るかは自由です。とりあえずクリアすればよい。これは正規ルートはどれだろうな。分からん。正規ルートはクリアできたら全部正規ルートっていう。はい、開けてませんでした。はい、うわ、ちょっとちょ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 、こっちを取ろうか。危ねえよー。はい、うん、危ない。怖い。RT できねえからな。回復しよう。回復しよう。はい、はい、でボム兵の大砲開けよう。逮捕逮捕、こいつを開けないと始まんない。3つ目のスターを取るならこいつは必須ですな。でここか、こっから届く、届かないよな。うん、届かない。
届かねえなら、ルートはこっち。ほい。RTA ではないんで、ゆっくり行っていいんですけど、動画が長くなっちゃうかもしれないので、うまくいったら、サクサクとはやります。できるだけ。で、ここスルーして、この先。はい。ぶね、ここ。この木、この浮島のこの黄色いブロックですね。どの辺だろう。はい。わっちょい。セーフ。はい、はい、3枚目。回復はありですね。それを縛ってもいいんだけど、ワンワンのとこ行くか微妙。バッタンキングの砦で行こう。ここもここで落下して死ぬはあるからな。怒りのバッタンキング、はい、いい。ちなみにこのゲームは Wii のバーチャルコンス、あぶね、死ぬ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 。こんなところで死んでたまるか。死んでたまるか。Wii のバーチャルコンソールでやっ、はい、Wii のバーチャルコンソールでやったことがあるっていう感じです。うい、待ってくれよ。やる気ある。死ぬとかそれ以前に、うっそーん。へい。お、これはこの動画ここで終了か。まさかのパックンフラワーか。3枚はちょっとな。今まで死んだら終わるシリーズ一回もクリアしてないんだから。スルーだ、スルー。危ない敵はスルーだ。もっと命を大事にいこう。はい。で、おぶね、はい。死んだら終わるシリーズ自体は今まで3回やってきてて、どれからやったんだっけな。カービィだっけ。はいはい。ニュースーパーマリオブラザーズ Wii と星のカービィ64と、スーパーマリオギャラクシーでプレイしてますが、いずれもクリアには程遠く、変なところで死んでたりしまして、まあ9周年で久しぶりにやるわけです。デッドアクリア、死んだら終わるシリーズ。いやー、どこまでいけるか、見物ですね。さっきもパックンフラワーで死にそうになってましたが、パックンフラワー鬼門か。これで倒せるんだよな。はい、青コインが出たりします。ふい。いやー、言うて9周年ですよ、アカトゲメットチャンネル。
2012年2月24日にチャンネルを作って、2021年で、ぶねえな9周年、これから、これから9周年じゃない、10年目を迎えるわけですが、やった実感ないですね。はい。慎重。慎重。すごい慎重にやってる。はい。5個目。9周年っすか。ちなみに、一番最初の動画を出したのは、チャンネル作って2日後の2012年2月26日だったはずです。何？大砲でひとっ飛び。赤ボムはこっちだよな。赤ボム使う方がむずい気がするんだよな。このスター。はい。RTA とか見ると、だいたいね、スッて撮ってんだよな。大砲使わずに使いますが、どっちだっけ、遠い方だったはず。おぶねで大砲でぶっ壊して、どっから撮るんだこれ。こう上から撮った方がいいのかこれ。大砲で行くのか。大砲で撮ろうか。死にそう。左右合わせて。こんくらい。はい。はい。大砲でぶっ壊せ。スターの位置は把握してるんで、テキパキと行きたいと思いますが。あ、違う。大砲でぶっ壊せか、これ。大砲でひとっ飛び？大砲でひとっ飛びは、あれか。見えてる方か。見えてない方は、6個目なんだ。ここですね。この、下。どっから行くのが正解なんだろう。ここ？掴んでみる。ここじゃねえ気がする。ここじゃない気がするぞ。どう行くのが正解なんだろう。取れたら正解だから、普通に壁キックで行っちゃいたいけど、この微妙な隙間じゃないよな。はい。あ、ご視聴ありがとうございました。9周年10周年へ向けて、これからよろしくお願いします。